皆さんこんにちは、笹岡あかりです。今日はおすすめのホームホワイトニングについてご紹介したいと思います。じゃん、クレストシリーズ。クレストって言ったらアメリカではすっごいメジャーらしくって、ちなみの結婚式にハワイにいた時も、ちなみの友達がすっごく歯が綺麗な子がいて、もうあまりにも歯が白くて綺麗だから、どこでホワイトニングしてるのか教えてって言ったら、まさかのお家でシート使ってやってるよって言われて、そこでも教えてもらったのがやっぱりこのクレストシリーズだったんですよね。でもう迷わず帰りがけにハワイの薬局で買ってきました。でこの使い方なんですけど、タイプがねシリーズでいろいろあって、分かんなくてもいろいろ買っちゃおうって言って買ってきたのがこの2つのシリーズで、こっちが1時間おきタイプ、こっちが30分でいいタイプです。これをね歯に貼っていくんですけど、ちょっとコツがいろいろあるのでやっていきますね。ちょうどね新品があったので新品を開けてみました。よいしょ。中にはこんな感じでシートが小分けに入ってます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10枚。これ値段忘れちゃったな。10枚でいくらだったっけな。これとこれの値段出しておきますね。でこの小袋を開けるとシートが入ってるんですけど、空いてるのがあったんで、もう空いてるのを出しちゃいます。これこういうシートが入ってるんですけど、これねハサミでね切ってるんですよ。これ実はこれ上に、ここに上の配用があって、ここに下の配用がなってるんですね。本当は貼ってここ裏にこう折り込むんですね。で上の歯はこっからここまでのがあって、それをまたこう貼って中にこうこうやって折り込むんですけど、いろいろ調べてたらコスパが悪いなっていうことで、切って使ってる人がたくさんいて、折り込む必要ないかなって思ってるので、1個を真っ二つにして見えるかな、上下で使っていきたいと思います。早速やっていきたいと思います。まずねコツは、歯を磨くんですけど歯磨き粉をつけないで磨くのがいいそうです。歯磨き粉をつけちゃうとこうやっぱフッ素とかでいろいろコーティングされちゃって、なんかねホワイトニングが染み渡らないらしくって、だから汚れを落とすだけでいいので、歯ブラシをシャ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 って何もつけずに、でさっきやってきたから今その状態なんですけど、今の私の歯の色がこんな感じで、ティッシュでこうやってオフしてこう歯の表面の水分を取ります。変な顔になっちゃうけど、まあ歯を広くするためだから、まあこのぐらい乾けばいいよ。これであまり触りたくないんだけど、最初に上の歯貼っていきます。待って、このままになっちゃった。まあいいや、貼りやすいし、はい。じゃあこれをまず、ここはハサミで切ってるので貼っていきます。見えないな。これね、真ん中をこう、真ん中から最初こうやって合わせて決めて、グッグッってやって、真ん中からこうやって一個ずつこうやって押してちょっと待って、おっとっとっと、こんな感じ、真ん中から合わせてあげると綺麗に隙間なく、こんな感じしたら次下を貼っていきます。もう一回水分取って、これで下の方を完全に乾いてるので、これを同じように真ん中からこうやって、こうやってこうやってこうやって、よいしょ、こうやってこんな感じ、
喋れないこともないんだけど、喋りたくない。終わり。これで30分待ちます。お水も飲んでいいらしいんですけど、喋れた。お水も飲んでいいらしいんですけど、私はちょっと怖くて、あの、水は飲みません。だから本当に寝る前とかがおすすめです。これで一旦起きます。よいしょ。そんな感じで30分経ちました。ちなみに味とか匂いとかは全くないです。何の嫌な感じもないです。ただその異物感はあります。ここにね。じゃあちょっと剥がしていきます。取り立てもまあちょっと唇乾いてるぐらいで、なんかスースーしたりとかもなく、何にもない。ちょっとどうだろう。あ、ぐじゅぐじゅペーしてきます。じゃあリップ塗ります。やっぱ30分、口をちょっと意識的にね放置してると乾いちゃうので、ちゃんとケアをした方がいいかなと思います。うん、ここかな。こんな感じかな。うん、いい気はする。私は、最初の方は結構週に1回は必ずやって、ある程度トーンが上がって定着してきたなと思ったら1ヶ月に1回とか、そんな感じでやってます。ハサミで切ってるから1箱に10袋入ってるけど、私のやり方だと20回できます。だからね、すごい、そう考えるとコスパいいなっていう感じです。日本のよりも強いです。知覚過敏の人とか、歯が傷んじゃってたりとか、歯が透けるぐらい薄くなっちゃってる人とかは、結構、あの、神経に刺激を受けちゃって、なんかズン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 痛いっていう人も中にはいるらしいです。ホワイトニングに通ってた時は経験したことあるんですよ。あの痛み本当に嫌ですよね。多分なったことある人わかると思うんですけど、でもなんかギブって言おうかなって思うぐらい、もうなんか歯の芯が痛いみたいな感じが何回かあったんですけど、でもね、このクレストはね、全然そんなこともなく、あの、お家でね、こういう空いた時間にできるのでいいなって思いました。まあ、マスクをねする生活になっちゃったから、あんまり口元って意識しなくなっちゃってるんですけど、マスクを取った時のね印象がやっぱりその口元に集中する気がするんですよ。私マスクで目だけが出てる部分で、いざマスクをピッて取った時になんかね、やっぱ口元を見ちゃったりする気がするんですよね。だからそういう時に歯が白いと清潔感も出るし、素敵だなぁなんて個人的には思います。そんな感じで私がおすすめするホワイトニングシートクレストのシリーズのご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。